今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは、今井麻美の SSG315 回目でございますが、バースデーライブそして反省会お越しくださった皆様どうもありがとうございました。楽しかったですね。多分、いや、ただ本当にまだ残念ながら私はそのライブを経験してはいないんですが、面白かったんじゃないかなって正直思いたいです。ちょっとあのね、どのくらいのボリューム感で今回やるのかななんてね、なんなら近しいスタッフの方にも聞かれたりもしたんですけれども、かなりその演出部分というか自分の歌以外の部分の密度を今回は濃くしてやってみました。なのでね、 あえて、メンバーもちょっと源ちゃんはね、残っておりましたが、演奏メンバーもごっそりと違うメンバーがお目見えしてるということでね、また新たなプラス A が広がったんじゃないかななんて思いつつなんですが、実際どうだったんでしょうか。正直反省会を2日目にあるということで、ある意味安心しきって私今準備をしております。何か失敗したら反省すればいいんじゃないかって思ってるんですよね。そこが私のある意味保険的なところになっているのがいいのか悪いのかなんですが、まあ、自分は追い詰められた方がいいタイプだったりもするので、ちょっとここからまだ本番まで数日あるので追い込んでいきたいななんていう風に思ってます。少なくとも、まあ、衣装とダンサーさんたちのその振り付けだったりとか、その間のパートだったりとか、それこそね、ペンギンくんだったりとか、もうそういったものはもう勝ったも同然ですから、ある意味私も勝ったと思ってるんであとはちょっと中の私が頑張るだけっていう感じですね。反省会が本当の反省会になっていないことを私も祈りながら、今日は普通にラジオをお届けしていきたいと思います。こちらハンドルネームホッパーさんです。会員番号1164番です。ありがとう。今井さんこんばんは。こんばんは。今井さんも馴染み深いぷよぷよ、こちらが舞台になったということでゴールデンウィークを利用して見に行ってきました。パズルゲームの舞台化ということで内容が想像つきませんでしたが、ぷよ対決が始まるとバックに巨大スクリーンが降りてきてゲーム画面を使って対決させるなど、アイデアが光った内容でした。演者さんもキャラのことを本当に勉強されてまして、リンゴ役の川村ゆいさんも生き生きと演じられていたのが印象的でした。舞台は普段あまり見ることもないのでいいきっかけになりました、というふうに、ね、いただきました。そうなんです、私もちょっと残念ながらね見に行きたいと思ってたんですが、ゴールデンウィーク行けなくてですね、記事に上がっているのを見てですね、舞踊対決をしている場面をなんかこう記事になってたのを見たんですけれども、ね、実際にぷよぷよで対決してましたよね。なんか今まで私リンゴちゃんを演じさせていただいて、もう当たり前になりすぎちゃって疑問に感じてなかったんですよね。よしぷよ対決だみたいなことをねみんなが言ったりとかして突然ぷよを始めるんですけれども、意外と初期の本当に私がまだりんごちゃんをやるずっと昔のそれこそ中高生時代の頃とか大学生の頃とかドハマりしてた大学生の頃とかはなんか突然かよって言った記憶が一度は絶対にあったんですけれども、もう今となっては突然ぷよ対決するの当たり前になっていたので、セリフとかでんよくわかんないけどとりあえずぷよだみたいなセリフがあっても何の違和感もなく受け止めていたんですが、それが実際にねああいう形になってみて皆さんはどのように受け取られたかなと思ったんですけれどもね、評判も良かったみたい でこんちゃん近藤かな子ちゃんなんかもね実際にトークショーのパートかなに出るっていうのは事前にまあ聞いてはいたのでね、今度会った時にどうだったのか聞いてみたいななんて思ってるんですけれどもね、すごいなんか結構私自分が関わった作品で舞台化っていうのがここのとここの 1,2 年で続いてやってますよね。ぷよぷよもそうだしブレイブルーもそうだし下着もなりましたもんね。で私がやってるキャラの子がみんなすっげえ可愛いアイドルさんたちとかがやってくださったりとかしてて、あとまあ舞台じゃないですけどそれこそあれもですコープスも実写化でねアイドルの方がやってくださってて、いやなんか役得ですよね私ねえ、ありがたやありがたやでございます。だって少なくともキャラのことを
勉強されているっていう風に感じるっていうことは、私も実際見た作品とかそうだったんですけれども、自分がその演技として作り上げたものをね、すごく癖とかもコピーしてくださって演じてくださってたりとかしてるのを見ると、私の演じたものをすごく見てくださったんだなと思ってね、すごいありがたい気持ちと嬉しい気持ちになったのをよく覚えておりますね。えいや、すごいですよね。ぷよぷよをまず舞台化しようって言い出した方にちょっとお話インタビューしてみたい感じですよね斬新みたいな。さあ続きまして、こちらハンドルネームせつなさんです。ありがとう。あさみさん、こんばんは。こんばんは。先日私の職場に新しいアルバイトの子が入社しました。これまで何名かのアルバイトと接してきましたが、今回はアルバイトそのものが初めてという子でした。最初こそ不慣れな部分はありましたが、飲み込みも早く、若者はやっぱりすごいなと、せつなさんだって若いよね感心させられました。指導するこちらとしても力が入ります。貴重な戦力として今後も頑張ってほしいなと思っていますと。あさみさんは学生時代に初めてアルバイトをされた時どんな気持ちでしたかというね、いただいておりますけれども、なんか全然覚えてないんだよな。一番最初のアルバイトって何だったろうか、全然ピンとこないんだよな。少なくとも19歳なのは間違いないんですよ。私高校時代と浪人時代はアルバイトをしていなかったので、大学に入って初めてしたアルバイトでしょ。それがテレアポが先だったのか蕎麦屋が先だったのか思い出せないんですよね。蕎麦屋の時、いや違うな、蕎麦屋後だな。で大学1年生の夏に富良野のあのプリンスホテルでアルバイトしてるけど、その前にしてるはずなんですよね、何かしらを。でも何をしたんだろうか、全然覚えてないですね、語れない、でもあれですね、このアルバイトの子っていうのは女の子なんでしょうか男の子なんでしょうか、それによってねロマンスが生まれるか生まれないかという問題もねありますので、ちょっとドキドキしてしまいますけれども、若者がすごいなっていうよりかはやっぱり志の問題なのかもしれないですね。なんか私は最初の頃はアルバイト自体がですね、もう本当になんか今でこそ結構チャキチャキしてる感じな空気感を漂わせている時もあるんですけれども、今すごい遠回しに言いましたけど、なんか体が割とこうガリガリだったものですから、まず重たいものがあまり持てないから戦力にならないし、まあ、口は達者だったんですけれども、社会にやっぱりなかなか馴染みがなくてですね、やっぱこうある意味ね家庭でぬくぬくと育てていただいた、まあ箱入りまではいかないですけど、それなりに箱に入った感じの娘だったものですから、なんかこう社会に出ていくのは最初のうちはあわあわしてたのはね、なんとなく覚えておりますけれども、ただ童顔だったものですから、大抵の失敗は真摯に謝ったら許してくれたっていうことでね、きちんと謝ろう、失敗した時はちゃんと謝ろうって思いましたね。蕎麦屋さんのバイトの時とかもよく重たかったりとかしたので、失敗とかもたくさんしちゃったんですけれども、お客様にですね本当に申し訳ないっていう顔をして謝るとわりかし許してくれることが多かったですね。そういったところはうまいこと渡ってきたのかもしれないですねはい、続きましてこちらくまこさんです。ありがとう。あさみさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いよいよバースデーライブ&イベントが迫ってきましたね。もうね、皆さんは経験された後だと思いますけれども、今日我が家についにライブのチケットと T シャツが届きました。ドキドキしながら封筒を開けてチケットを手に取った時、 DVD を見て憧れていたあさみさんのライブに自分も行けるんだという実感が湧いてきて、本当に嬉しくて胸が高まりました。あさみさん、スタッフの皆さん、今年もバースデーライブを開催してくださって本当にありがとうございます。このメールを書いている今、すごく幸せな気持ちでいっぱいです。そんな気持ちに応えられるように頑張りたいと思います。今日からの数日間、ライブの準備やお仕事で お忙しい時期だとは思いますが、どうかお体に大切なさってくださいね。ライブ本当に楽しみにしていますと。嬉しくて勢いのままにライブ T シャツをデコってみました。当日はこれを着て気合を入れて応援したいと思います、ということでね、オリエちゃんばりの素晴らしさ、見てくださいこれ。
よく私はあの最後アンコール、最近アンコールないですけど、アンコールらしきところ、最後の方にね、皆さんが買ってくださったそのライブの T シャツを着て出てくるんですけれども、いつもおりえちゃんがライブ中にこう細工してくださって、キラキラのやつをたくさんつけてくださったりとかしてるんですけれども、今回のこのろうそくのね、このろうそくモチーフ懐かしいですね。確か1年2年前、毎回入ってる、毎回入ってます。あら、そうでしたっけ、前回水色のやつ入ってましたね。あ、入ってたわ。なるほどね、ろうそく入ってる入ってる、誕生日だからだこれ吹き消せってことですね、一生消えんわこのろうそくのところにさーっと天の川みたいにね、ラインストーンかなんかをねつけてくれたのかな。分かった、じゃあ私はまだライブを経験していないので、これをね目印にくまこちゃんを探したいと思います。近かったらね見えると思うんですけれども、遠かったらちょっと見えづらいかもしれないですね。こちら最後、ハンドルネームお米大好きさんです。ありがとう。おそらくこのお便りを読まれる週はちょうど母の日を終えてすぐの週ですよね。僕は毎年母のお気に入りのアーティストさんの最新 CD やライブ映像をプレゼントしていますビンゴスは何かプレゼントされましたでしょうか、ということなんですが、まあ、あのこういうものづくりをしている人間として見ればとてもありがたい話なんですけれども、お母さんは大丈夫かな、ついてこれてるかな、私のもプレゼントしたりもしてくれてるのかな、どうなんでしょうか。なかなか斬新なプレゼントですが、私今年はですね、あの母の日当日に母に電話をしましてですね、あのあんまりそういうのがっつりやるタイプじゃないんですけれども、あの思いついた年のみみたいな感じなんですけど、今年はなんとなくあの元気かなと思って電話をしてみたんですよね。今日母の日元気みたいな感じで、そしたら母も私がそんなにがっちりやるタイプじゃないのをよく知っているので、あの最初普通に雑談をして、そうそうあさみちゃん聞いてみたいな話を10分ぐらいした後に、ところでどうしたの、電話してきてって言ったので、あ、母の日なんでって言ったら、まあありがとうって喜んでいただけましてですね、そういう意味ではとてもあのやっぱこういうのは大事なんだなって思いました。でその時にですね、プレゼントできれば母の日までにねお届けしたいなと思っていたんですが、あの悩んでおりましてですね、もう直接聞いた方が早いなと思ってその電話で聞いたんです。実は母、今2つプレゼントを考えてるんだけど、どっちがいいかなと思って、ということで母に聞いてみたところ、1個が今私が愛用しているシャンプーとかリンスとかのセットを、母もどうかな、髪質が似ているのでどうかなと思って、それとあとカバンとどっちがいいみたいに聞いたんですよね。そしたらあの母も私と同じ体質でしてね、あのとてもアレルギー体質があって、正直あのこう何に反応してるかをお互いよくわからないんですよね。調べたりとかしてみても実際にそれじゃなかったりもする時もあったりとかして、今きっとこれだろうと思ったものを避けるみたいな形でしかなかなかできなくて、母は昔あの洗剤が苦手だったので、洗い物とかする時にゴム手袋をねずっとしてたんですけれども、それをしてても手が荒れたりとかするので違うんだななんて思ったんだけど、この間試して合点を見てたら、お母さんこれかもって思ったのがあったの、それがねあの鉄のアレルギーなのって言ってて、体の内部にねあの鉄だったりとか金属が入ってたりとかするじゃないですか。それが汗となって出てきた時に痒くなるっていうのが私も実はあるので、それじゃないかななんて思い始めてるのよとか、あとピーナッツがダメなのかななんて思ってるのみたいな話を2人でちょっと話をしてた時に、あのまあじゃあちょっとひょっとしたら大丈夫かもしれないけど試してみなきゃ分かんないから、じゃあまたこれは今度の機会でということでっていうことにしてカバンにしました。で今日このラジオを撮りに来る前の時間にですね買いに行ったんですよ。で実は今私が使って愛用しているカバンのメーカーさんと同じものを、同じメーカーの別の形のものをプレゼントしたんですけれども、今回私、今私が愛用しているカバンを買いに行くときに結構ね、ああずぶとくなったな自分って思うんですけど、時間ギリギリだったんです。そのお店が8時までしかオープンしてなくて、でどんなに頑張っていっても8時2分とか3分とかにそのお店に着くような時間帯だったんですよね。でもその日にどうしても買いたかったんです。なぜかっていうと翌日にちょっとそれを使いたい用事があって、で買いに行かなきゃなと思ってたんですけど、すっかり忘れててまずいって思い出して、で閉店15分前とか20分前ぐらいに電話してですね、実はあのこうこうこういうものが買いたいとは思ってて必ず買いますと、だから数分間お店を開けていただくわけにはいかないでしょうかっ
ってお願いしてみたところ、心よく、あの全然大丈夫ですよって、残業代がついて僕も嬉しいですって言ってくださって、心が楽になって、でそれで買ったカバンを今使っているものですから。でそれからしばらく経って今日久々に行ったんですよね、そのお店に。そしたらそこの店員さんが同じ方がいらっしゃってですね、初めは気づいてなかったんですけども、途中で気づいてくださったみたいで、あ、カバン使ってくださってるんですねなんて言ってくださったから、なんかそうなんです、すごくやっぱ使いやすいです、いいカバンですねなんて言ってたんで、母にもプレゼントしようかと思ってっていう風に話をしてたんですよね。なので、それを先ほど投函してまいりましたので、2,3 日後には着くんじゃないかなと、まあ、娘の誕生日付近に娘からプレゼントが届く、ちょっと変な感じになっちゃいましたけれどもね、やっぱり年をね、母も父も取ってきているので、カバンとかもやっぱ軽いものがいいのかななんて思って、今使ってるやつがとてもね軽いカバンなので、私も肩が凝らなくていいななんて思ってるんです。そんなこんなでございました。おっといっぱい喋っちゃいましたね。それでは次のコーナーです、どうぞ。カルト M、 このコーナーはリスナーさんから出題される今やさみに関するカルトの問題を今やさみが答えていくというコーナーです。カルト M レベル1、ハンドルネーム文蔵さんからの問題です。ミンゴスがカレーに入れる隠し味は、ズバリオイスターソースです。カルト M レベル2、滝口さんからの問題です。大怪獣スペクタクル特撮映画ミンゴス VS メカミンゴス、どんなお話？そうだな、荒れる東京湾を背にミンゴスとメカミンゴスが将棋を指す。カルト M レベル3、ハンドルネーム赤たぬきさんからの問題です。戦国大名今井麻美、まず何をする？まあ、私は山口出身ということもあって、戦国大名といえば毛利さんですよね。毛利さんといえば三種の矢、うん、なので弓道を習う、あ、もう習ってるわ。今井麻美の15枚目のシングル、テレビアニメプラスティックメモリーズエンディングテーマ、朝焼けのスターマインが2015年6月3日に発売されます。アニメ版は動画工房書き下ろしジャケットに加え、プラスティックメモリーズノンテロップのオープニングエンディングが収録です。そしてアイラと司のプラスティックメモリーズオリジナルミニドラマも収録しています。 DVD 付き版、通常版もよろしくお願いします。今井麻美の初のアコースティックアルバム、リトルレガシーが好評発売中です。新曲リトルレガシーのほか、ライブで好評だったアコースティックアレンジされた楽曲が収録されていますよ。ぜひ皆さん聴いてみてくださいね。ファミセン、このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを、真のゲーマーを目指す私今井麻美が実際にプレイして紹介するコーナーです。前回の司令書に書いてあったゲームはフォークウォーターズさんから配信中のスチーム用ソフト Please don't touch anything ということで、予告動画でね、シュールな私の、ある意味沈黙動画が途中ね流れちゃったかと思うんですけれども、なかなかどうして難しいゲームでしたね。どんなゲームかと申しますと、まずはおいと話しかけてくる同僚がいるんですが、その同僚が長い長いトイレに行ってしまうんです。そのトイレに行く間にですね、いろいろ触るんじゃないよと言ってこう言い残して友達は去っていくんですが、残された私はですね、押すなよ押すなよと言われたらどうしても押してしまう、そうこの気持ちをですね存分に味わうことができるゲームということで、赤いボタンとモニターに映ったビル街というのがあるんですが、そこで押すなよと言われた押してはいけないボタンを押していくゲームですだ、押すなよって言われたのを素直に守ると何も起こりません。そうなんです、一瞬考えちゃったんですけどね、素直な方がいいのかなと思って、
素直な私がみんな好きかなと思って5分間ずっと黙ったままの動画っていうのも考えたんですけれども、なかなかそれも良くないかなと思って押してみました。決して私はですね、自分から率先してパン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 押したわけじゃないですよ。あれは仕方がなく押したんですよ。押すほどにボタンがどんどん増えていって予想もつかない展開になるそうです。残念ながら私は多分序盤の方しか見れていないかと思いますが、最終的にはいろいろなエンディングが訪れるということで、私が見れたのは全部で動画中だと3つですかね。まあ普通にチュドーンと爆破される街並み、それからなんかロボットみたいな、それこそ大怪獣メカミンゴスみたいなのがねガガガッと攻めてきたりとか、あと最後にみおちゃんが教えてくれたのだと UFO に襲われたりだとか、そんなようなので、他にもあとねいくつか張り紙が貼れるところのスペースがあったので、その分はきっとエンディングが用意されてるんだなだろうなと思ったんですが、このゲームなんですが、価格が498円で購入できるインディーゲームというそうです。インディーって最初私言葉だけで聞いた時に、あ、このゲームを作っている方々はみんなインディアンなのかなって思っちゃったんですけど、違いました。いわゆるインディーズバンドとかのいう、あのインディーズですね。インディーズ的な意味の一つで、安価な値段、タイトルと出落ちのような内容で各所で話題になっているタイトルということなんです。なんかエンディングの種類ももう公表されてるんですね。全部で15種類あるそうです。そのうちのじゃあ3つは見れたってことで、ある意味優秀っちゃ優秀って自分で思っちゃいましたけど、コンプリートを目指すことが一応の目標になるんですが、本当に難しいらしいんですがね。みおちゃんは1時間で解けるらしいですよなんて言ってたけど、ただほとんど私ムータに教えてもらってますからね。これをやってみたらどうですかみたいな、その発想がまず出てくること自体が素晴らしいなと思うんですけども、さっぱり出てこなかったですね。ただの落書きかなって思いました。まで、なんかはしごの落書きかなって思っちゃって。で、ただ私みたいに思いつかない方はですね、公式のフォーラムというところがあるんですが、掲示板ですね、こちらにエンディングへのガイドも掲載されているそうなので、私みたいにせっかちな人はですね、まあ一応ちょっとぐらいは頑張っていただいて、少なくとも私が見れた3つはもう見れると思うので、それ以外もうじゃあ3つは頑張ってみようか、3つ頑張っていただいて、それ以上はもう無理だよってなった時にはですね、ぜひこちらの公式フォーラム掲示板で見てすっきり解決してですね、もう一度遊んでみていただければいいななんて思っております。だってね、全部のルートを理解できてもそれを覚えていられるかどうかは別問題ですからね。皆さんの記憶力との今度は勝負になってきますから、そういった遊び方なんかもねできるんじゃないでしょうか。誰が一番最短でできるかとかね、そういうのも遊んでみるといいんじゃないでしょうか。正直な私話ですが、私はちょっと苦手なジャンルかなとは思うんですが、まあでも苦手なジャンル多いんで、まあこれね頑張ってこういうのも制覇していかないと真のゲーマーにはなれないということなので、頭の体操から始めていきましょうかね。なかなかこれってでもセンスの問題だよな。本当に私はこういうセンスがないと思います。というわけで今回ご紹介したゲームはフォークウォーターズさんから配信中のスチーム用ソフト Please Don't Touch Anything です。私は下手でしたが、皆さんは上手にクリアしてみてくださいね。ではそろそろ来週の指令書を開封したいと思います。指令書、ミンゴスさんこんにちは。こんにちは。次回はミンゴスさんもよくご存知なチェーンクロニクロ、おえおえおえ、前にもやったよね、チェーンクロニクロを取り上げます。しかも、あ、なるほど、今回はプレイステーションビータ版のチェーンクロニクル V ということで特別企画を交えてお届けしますよ。それでは頑張ってね、謎の司令官みおちゃんよりといただきました。先日ね、特番にも出させていただいた、特番番組にも出させていただいたんですけど、セガ生の方にもね。でね、あの私たちが知っているチェーンクロ以外の世界がチェーンクロ V には広がっているというふうに聞いているので、そっちの方もちょっとね知りたいなと思っていたので、ぜひそこは探っていきたいと思います。それでは来週のファミセンはチェーンクロニクル V に大決定。以上ファミセンのコーナーでした。ミュージックパズル、このコーナーは今井あさみの新曲をリスナーの皆さんとゲーム感覚で作り上げていくコーナーです。今回はハイレゾで入る曲ということで曲作りをしているんですけれども、皆さんにですね現在は歌詞を
に使うキーワードだったりとかをですね募集している最中でございます。楽器の方はね一体どれが選ばれたのか私にもまだわからないんですけれども、じゃあ早速来てるのでガツガツ紹介していきたいと思います。ハンドルネーム周回道さんです。今井さんこんにちは。こんにちは。今回のミュージックパズルで作詞がどれほど難しいことなのか改めて分かりました。考えては消しということを繰り返しても出てくるのは拙くありふれたものばかり。でも結局残ったのは自分がいつも思っている言葉でした。こちらの中からぜひということで3つありますのでね、まあ、ババッと紹介しちゃいますか。光が届くように、迷わないように、何かを見つけられますようにということで、どれも今井さんのライブ中に溢れてくる気持ちです。そして思い返してみると参加できないライブの時にもやっぱり同じ気持ちなんです。私は変わらない気持ちには力があると思っています。自分の中ではこの言葉でしたが、今井さんにもずっと変わらない気持ちや言葉があれば使っていただきたいですということで、ありがとう。続きましてこちら、ハンドルネームマスターさんです。ありがとう。ミンゴさんの新曲の歌詞に入れる言葉として願う気持ちを示すどうかを思い浮かべました。自分ではどうすることもできないけれども心から望むことがあり、ただただ願わずにはいられない、このような心情をどうかという言葉に込めるときっと美しく響くと思いました。これすぐにでもどこにでもどんなテーマでも採用できそうなナイスなチョイスですね。実際に選ばれるかどうかはまだ分かりませんが、なるほど、確率がすごく高くなる言葉ですね。どうか。こちら滝口さんです。ミンゴス五感で五部まで作ろうと思ったけど三部でやめた作の続きということであったね。残りの触れるか味に関するワードを組み込んでみてはどうでしょう。確かにね、涙の味がするみたいなね言葉だったら入れられるかもしれない。それで無理やり五部完結みたいな、まあアルバムじゃなくなりましたけどみたいなね。続きましてハンドルネームファルコンさんです。あさみさんこんにちは。こんにちは。ありきたりなキーワードではありますが、思い出を投稿します。投稿しようとしたきっかけですが、私が初めてクリアしたゲームのサウンドトラックが再販されることになったんです。ラグランジュポイントというファミコンの作品なのですが、 BGM がピコピコ音ではなく FM 音源を使用しており、ファミコンなのに音が綺麗と感じながらずっとフィールドを歩き回っていた思い出があるんです。今でもふと BGM が頭の中で再生されることがあります。今回の企画で生まれる曲もふと思い出す曲になるといいですね。またキーワードを思いついたらメールしますということで、ラグランジュポイントだって知ってます？へー、そうなんだ。私はちょっと残念ながら知らない作品だったんですけどもね。え、初音源化以来24年ぶりにサントラが復刻、さらなる高音質化を追求したバージョンも収録というふうにファミ通さんの記事にあったそうです。なるほど、すごいっすね、24年ってね。それでもまだこうやってね、こう音源を楽しみにしてくださっている方がいるってすごいことですよね。私の作品もそうなっていくといいななんて改めて思いました。いつか私のね曲をカバーしてくれるような人が現れたら嬉しいんですけどね。その身内とかじゃなくて、全然今井さんっていう人は知らないんだけど、あのいい曲だったんでカバーさせてくださいなんて来たらもう二つ返事で OK ですよね、うちなんかね特にねどうぞどうぞみたいな。続きましてラッシュラーさんです。ありがとう。あさみさんこんにちは。こんにちは。どんなキーワードがいいんだろうとずっと考えていましたが、覚悟を決めてメールします。キーワードは笑って終われたらそれでいいです。これはここ数年間僕が生きるテーマに用いているキーワードです。どんなに辛くても苦しくても悩んでも最後の最後には笑って終われたらいいという、そういう意味でいつもこのキーワードを胸に日々の生活を送っていますと。このキーワードを歌詞に使うのは少し難しいかもしれませんが、参考程度にもなれば幸いです。それではということでね。まだそうだね、笑って終われるっていうのは素晴らしいことですよね。まあ泣き笑いが一番ね個人的には嫌いじゃないけどね、笑ってるけど泣いてるみたいなのって本当になんかそういう境地にならないとならない感情だと思うんですよね。なんか何をやることにしてもそういう風になれたらいいなとは思いますけれどもね。まあ本当にまだまだやらなければいけないこともたくさんあるので、終わりはまだ見えてこなくて人生ドキドキですが、続きましてラジオネームおのっちさんです。ありがとう。今井さんこんばんは。こんばんは。ラジオの放送時間を意識して
午前0時のシンフォニーはどうでしょうか。土曜午前0時に今井さんの歌や声が世界中に響き渡る、そんなイメージで今回送ってみました。曲を聴いた人がリアルタイムでラジオを聴きたくなったら嬉しいです。だって、午前0時のシンフォニーってなんかちょっとカッコつけたくなるね。そういう曲なら合うかもしれない。続きまして、ハンドルネーム慎太郎さんです。ミンゴス、こんばんは。こんばんは。今回挙げた言葉ですが、これはミンゴスを好きになった時、そして自分の今の感情を表したものです。私はミンゴスの声を聞くと、考えるより先に体が動いたり心が動いたりということが多々あります。そしてミンゴスを応援する皆さんとのつながりも自分の思いで動いた結果だと思っています。もちろんそうですよね。私もそう思う。こうした行動や感情は自分の中にある本当の気持ちだと思っていて、普段から大切にしている感情です。私の例ほど極端でなくとも、自分の気持ちに正直にやっている時が一番生き生きしていて有意義な時間を過ごせていると思うんです。そういった感情を皆さんにも大切にしてほしくて、この言葉をチョイスしました。皆さんのミンゴスに対するまっすぐな気持ちが集まってできた曲は間違いなく素晴らしいものになると確信しています。これもミュージックパズルに関わる全ての皆さんの素直な気持ちだと思います。ということで、自分の気持ちに正直にと、なんかちょっと韻を踏んでる感じがあって、歌詞にはしやすそうな感じがしますね。素敵だと思います。続いて、会員ナンバー88番、藤堂雷鳥さんです。ありがとう。あさみさん、こんばんは。こんばんは。私からの歌詞キーワードはこれです。せめてこの思いだけでも連れて行ってくれるなら。まああれですよね、ちょっと恥ずかしいですけど、今井さんとの楽しいイベントが終わって今井さんが退場されてしまう時に、いつも思っている感情の一つを応募させてもらってみました。実際はこんな綺麗な言葉で言い合わせるような感情ではないんですけどね、どうか採用されますようにって。せめてこの思いだけでも連れて行ってくれるなら、なんかこれもメロディーによってはずっぽりハマりそうな感じがしますね。そしてラジオネームしまくまさんの、歌詞考えましたということで、今井さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。少しかけたので送ってみます。暗い内容だけど、でもただでは起きない感じでということで、ここからが全て歌詞となっております。なかなかの対策ですよ。いきます。僕には彼女ができない、でも君にはできるよ、できるはずだよ、だっていつもそうだった。僕以外にはできるんだ、ハズレはないよ、君には彼女が現れる、絶対に。重たい。これ採用されたらどうしよう。最後こちら、会員番号1979番、リュウさんです。ありがとう。キーワードと聞いて真っ先に浮かんだ言葉がこの言葉でした。 Go ahead。明大で行われた SSG の公録、そのタイトルだった前へというのが印象的で記憶に残っていたんだと思います。学校という場所、冬の終わりに春の始まりの時期、新しい始まり、またここから進んでいくか、そんな風にもイメージしました。後ろ向きになったり迷ったりはしていても、これと決めたらあとは突っ走る、どこへ行こうとしているのか、どんな結果を得たのか、そんなことよりもとにかく前に、そんな姿勢に惹かれるのかな、なんてことだと思います。だとしたら必要なのは On your mark get set go ahead なんていう誰もが知っている簡単な合図だけなのかもしれない、なんて思っちゃいました。ということでね、確かに歌詞にはよくね、使われているかもしれませんし、逆に言えばそれだけみんながそういう風な思いに なりたかったりすることが多いっていうことですよね。私初めてオンユアマークっていう言葉を知ったのはチャゲアスの曲でしたね。今でも歌えますけれども、すごく最初意味が分からなくって、オンユアマークってなんだろうと思って歌詞を読んでみてもよく分からなくって辞書で調べたのに覚えてます。はい、というわけでGo ahead。 なるほど。で、今回皆さんからいただいたキーワードなんですけれども、まあそろそろ締め切りということで、一旦締め切らせていただきましてですね、そこから、まあ、歌詞作りに入っていこうかなんていうところなんですけれども、まずは曲が上がってきて、その曲の雰囲気を見て歌詞を決めるのか、作曲をされる方がそのキーワードから紡ぎ出してメロディーを考えるのかっていうのはちょっとまだ定まってないんですけれども、まあ、どういう形で生まれていくにしても、生まれてくるこの曲は必然だったんだと思えるようなね、そんな楽曲になるのではないかな、なんていうふうに
に思っています。もちろんあの今回とか前回まででラジオで紹介されなかったものが採用されることもありえますので、紹介されてないから採用されないなんていうふうに思わないでいただければと思います。これもまた巡り合わせと思っていただければと思います。はい、というわけで皆さんたくさんの、ご応募ありがとうございました。楽曲は鋭意制作中です。歌詞の方も含めて近いうちに詳細を発表しますのでお待ちください。以上ミュージックパズルのコーナーでした。ミンゴスミュージックプレイヤー。さあ、このコーナーは私の新曲などを皆さんにお届けしていく視聴コーナーです。今回は6月3日に発売される15枚目のシングル朝焼けのスターマイン収録曲からプレイステーションビータ用ソフト黒金怪奇譚千夜一夜のオープニングテーマ黒金をご紹介したいと思います。それでは聴いてください。黒金ラフビューティーアドマイビー無限の空へ僕はただ黒かれ強き思い焦がれて千夜を散らして高らかに舞った Life to the Army 無限の空へ現象の微笑み奇跡に変えろ。私原由美のシックスシングル「インプロビゼーション」が5月27日にリリース決定です。兄弟曲の「インプロビゼーション」は XBOX ONE 用ソフト「ミステリート F 探偵たちのカーテンコール」に収録される「ミステリート2ベアエルエンカウンター」のエンディングテーマ。カップリングにはプレイステーションビータ用ソフト「白衣性愛情依存症」のエンディングテーマとなっている「君との未来」、そしてオリジナル楽曲の「好きと言われるまで」の5分間を収録。ぜひ聞いてくださいね。皆さんこんばんは。こんばんは。あ、声が聞こえましたね。どうも今やさみです。今日は皆さんどこでラジオを聞いてらっしゃいますか？お家？旅先？物販待機？なんちゃって、この番組は歌とゲームをテーマにお送りしているウェブラジオ今やさみの SSG です。ファミ通 .com のほかポッドキャストや YouTube でも配信中です。みんなのライフスタイルに合わせてあなたに寄り添うラジオ今やさみの SSG 毎週土曜日0時に更新中です。お腹空いたな。酢豚が食べたいですね今日は。そんなこんなで私の15枚目のシングル朝焼けのスターマインが2015年6月3日に発売されます。もう本当に発売迫ってきましたね。ようやく結構前から皆さんにはね楽曲をこんな感じになりましたみたいにお届けしてきたかと思うんですけれども、ようやくの発売ということで今回の CD は本当に多くの皆さんに手に取っていただけたら本当に嬉しいです。地上波のアニメのタイアップがあるというのも本当に久しぶりのことだったりもしたので、ぜひ
この機会にアニメを見たという友達がいたら CD も買ってみたらどうだろうとおすすめいただければ幸いです。そしてそんなこんなで16枚目のシングルも発表されております。ありがたやですね。映画コープスパーティーの主題歌バビロンビフォーザデイブレイクが7月の22日に発売されます。 DVD 付き版と通常版があり、予約特典の B2 ポスターなどもありますので早めの予約をお願いいたします。ちなみに先日 PV を撮ってまいりました。なかなかどうして私の中ではですね、今回の出来上がった衣装を着てみんなとおしゃべりしてる時にですね、気持ちは北斗の拳っていうのをよく言ってましたね。ユリアとケジシロウの気持ちでした。さあどんな PV になっているのか。そして来週2015年5月30日に SSG 300回突破記念ニコニコ生放送を行うことになりました。詳しい情報は SSG のホームページ、 Twitter アカウントでお知らせしていますのでチェックしてみてください。番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつおたや MMP などなど各コーナー宛に送ってください。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名に書くコーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2015年5月30日土曜日ということで、なんと SSG 300回突破記念ニコ生と同日になります。休まないんですね。休んでもいいのに休まない、そこが SSG クオリティ。なるほどね。それではまた来週土曜日にニコ生と本放送の方と、あと予告も流れてると思います。 SSG 三昧しちゃいましょう。お相手は今やさみでした。バイバイ。緊急告知です。今回ご紹介する緊急告知なんですが、私のライブの後の反省会でね、大々発表されたんですけれども、なんと5月27日水曜日からプレイステーションストアさんにてですね、私と原由美さんの過去のライブの映像の一部が配信されることになりました。嬉しい。まあ、詳しく言うとプレイステーションビデオ内 PS ビデオというところの中でということなので、ただもう本当にプレイステーションをお持ちの方にはね、もう手こいの情報だと思っております。今回どういう形かと言いますとですね、プレイリストというのがまとめて何曲か皆さんのお手元に届く、映像が届くという形なんですが、私たちが今まで歌ったライブの中からその曲をね見ることができるというものなんですが、そういえば先日アンケートをされたことがありましてですね、その時には何のことだろうなんて思いながらふんわり答えてしまったんですけれども、あ、これだったんだって後から思ったんですね。私、そう、作詞家ミンゴスというプレイリストを私は作りまして、2014年のバースデーライブの中から好きな曲5曲選んでって言われた時に、何か自分の中でこういうテーマとかあった方がいいですかって聞いたら、いや何でもいいよ、好きなの選んでいいよって言われて、逆に私が勝手に縛りをつけてしまって、過去に私が作詞をしたことがある曲ばかりがちょうど5曲あったので、その5曲を選んだということだったんですが、ユミさんなんかは本当にユミさんが純粋に好きなもの、ユミのおすすめというのを選んでいたりとか、もしくは別のですね、プロデューサーのおすすめだったり、スタッフのおすすめ、このスタッフというのは私たちの別のスタッフさんが選んでくださったプレイリストということなので、お好きなのを選んでいただければと思っております。個人的にはぜひ作詞家ミンゴスをまずは見ていただきたいななんて個人的には思っております。はい、というわけでぜひプレイステーションお持ちの方、プレイステーションストアにアクセスいただきましてですね、これを機会にまずはダウンロードいただいて、この企画がねうまく軌道に乗ったら、多くの方々がきっとこういう配信を始めてですね、その私たち先駆けになれるんじゃないか、声優界の先駆けになれるんじゃないかというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんの応援お待ちしております。というわけで緊急告知お届けいたしました。ピンポンパンポン。